木曜日の赤山小屋知れない、お久しぶりです。天下会さん、熊さん、ありがとうございます。お久しぶりです。集会がね、あったんですけど、やってない間にサードシングルの大好きな人の個別握手会が全て終了しました。ありがとうございました。来てくださった皆さん、ありがとうございました。ほぼ全部のところで完売御礼、なんだっけ、完売御礼のやつをやらせていただいて、日程でね、大阪は全部の部で完売御礼チェキ会みたいなやつをやらせていただきました。ありがとうございました。あ、そう、チェキ抽選会、風を待つの時よりもいっぱいの人が来てくださって、すごい楽しかったです。あとは AKB さんとの合同握手会がありました。ずんちゃんさんとズッキーさんとナーミーさんとカノンの4人の連になったんですけど、すごいなんか竹下さん、くまさん、ありがとうございます。なんかもう行き過ぎた緊張じゃなくて、程よい緊張感で楽しく握手することができて楽しかったです。ありがとうございました。もともとお話をしたことがある方々だったので、そのズッキーさん、ズンちゃんさん、ナーミンさんはなったので、人見知りも発動せず
よかったです。虹の作り方を久しぶりにやらせていただきました。前7軒ツアーでやった時と同じポジションで久しぶりにやってやりました。やらせていただきました。ただの愛情さん、くまさんありがとうございます。その後になんか ずんちゃんさんとなーみんさんと MC をさせていただいて、喋る予定じゃなかったのでめっちゃ緊張しました。どうしようかと思いました。なんか人前で先輩とお話しするっていうのがことがあまりなかったので、もうどうしようってなりました。そうなんですよ、ずんちゃんさんもなみんさんも同い年なんですよ。ナミンさんそう同い年です。空調の音する、エアコンの。え、でもめっちゃあれなんよ、温度上げてるんですけど。でした。あとは最近ね、新しく色鉛筆とスケッチブックを買って、ノートじゃなくてスケッチブックに絵を描くにハマってて、
めっちゃね、ちっちゃいスケッチブックを買ったの見て、これぐらいの大きさ、かわいいでしょあと、いつもは色塗るときはこのね、クッピーで色塗ってたんですよ。でもなんかいいなと思って、色鉛筆をゲットしました。ね、なんか水彩色鉛筆みたいなやつでね、水にギュギュってするとなんかいい感じに絵の具みたいになるんですよ、っていう色鉛筆、なんか有名らしいです。で、あとね、水がここに入れれる筆ペンみたいなやつ、あと最近絵描くときにずっと使ってるめっちゃ描きやすいペン 0.8mm？ ん？ 0.8 単位はちょっとわからない、そう、めっちゃ描きやすいんよ。ミリですか、単位。0.8。そう、色を塗って上からこう水をつけると絵の具みたいになるんですよ。わかんないか。ここにね、黒いペンでさっきの書いて、こうやって色塗っ、中を色塗るんですよ。で、水のやつでこうやってぼかすと、なんかすごいね、水彩画みたいになるっていう、なんかすごい、カノンが中学生ぐらいの時にこれ流行ってて、ずっと欲しいなって思ってたんですけど、その時はなんか結構高くて買えないなって思ってたんですけど、なんか最近はすごい割とお手頃になってていいなと思って、最近はずっと絵を描いてます。すごい安かった、安くなってたのかな、なんか何だったか忘れちゃったんだけど、めっちゃ安かったんよこの色鉛筆。普通の12色入ってる色鉛筆よりも安かった。あとは今日ガチャガチャしたんですよ。それをね、見せようと思って。これ。なんか、券売機のボタン。ガチャガチャ好き。券売機のボタン。光るんですよ。光ってんの分かる？押すと赤くなる、売り切れになるんだよ、満席に。かわいい券売機のボタン、なんか無限ボタンみたいなやつ。券もついてる。
本当は冷やし中華みたいなやつが欲しかったんですけど、ケーキバイキングの件でした。かわいい。なんかね、水入れて使えるらしいだけど、この見て、可愛くない？久しぶりに見た、このじょうろのやつ、ゾウさんのじょうろのキーホルダーを久しぶりに見ました。かわいくない？これあ、絶対見たことあるでしょ、いいなと思って。しかもこれは本当に水を入れてこうできるらしくて、これに書いてあったって、なんかジョウロってさ、ジワーって出るじゃないですか。これちょっとちっちゃいからこれのやってあった説明に、ジョウロに水を入れて傾けると水がポタポタ出るよって書いてあって、あ、ポタポタかと思って、そのなんかポタポタ出る感じが可愛いなと思って、ちっちゃいからポタポタしか出ないのかと思って、そのポタポタが可愛いなと思ってガチャガチャしたら、すごいなんかゾウさんみたいな色が出た。本当はなんか何色が本物っぽいのか分かんないんですけど、オーソドックスな色が分かんないけど、なんかもうちょっと明るい色が良かったなって思ったんですけど、カバンとかにつけるには。でもあ、ゾウさんみたいな色だから水入れるらしい。かわいい。キーホルダーです。え？あれ？トイコどこ行った？あった。これ違う。本当はね、最初にあの千円札あのしかなくて、小銭がなくて。でなんか両替してやる、これをねやりたくて両替したら他のものも見つけて、せっかく両替したからと思って、そういろんなやつをやっちゃったんですけど、本当に一番はねこれが欲しくて、あー全然見えないんだよ、これはもう本当に全然見えない、全然見えないんだよ。で、可愛くない？この見える？見えてんの？あ、ああ、落ちた。透明標本。ちっちゃいでしょ。見えないんだけど、なんか何の透明標本なのかなって思って見たんですけど、なんか結局よく分かんなかった。多分なんかメダカかなって思ったけど、メダカはもうちょっとなんかふくよかかなと思って、多分シラス
だと思います。多分シラスの顔が シラスの透明標本でも、なんかシラスさ、軟骨は青く甲骨は赤くしてるやつっぽいんですけど、透明標本ってなんか軟骨も甲骨も小さすぎてほぼない。まあ、ほぼ軟骨で、甲骨もなんかすごい細いからさ、全然よくわかんないんですけど、まあでも欲しかったやつ。あー見えないんだこれ。あ、全然見えないわ。色ついてんのわかる？色ついてんだけど一応。全然わかんないわ。色ついてんのわかるかな。多分蓋は開けれるけど開けません。どう、わかる？あ、明るくない？色、あら、こんな感じ。ちょっと高いんですよこれ、普通のガチャガチャより。この3つの中で一番高いガチャガチャでした。どこでゲット？わかんないけど、ずっと探してたんですけど、あるところとないところも全然、どこにあるとかわからないからでもなんかガチャガチャがいっぱいある。ところにはあると思います。クラゲはなんかブニョブニョした4つしかなくて、硬いやつがいい。ブニョブニョしたキーホルダーとかってすぐ汚れそうじゃないですか。だからそんな感じです。ということで配信を終わります。壇上を読みますあ、ツイッターね、ツイッターね、なんか順次始まるって全員始まるってことですか？なんか結構毎日ツイッターやらせてもらえるように毎日投稿してたからさ、順次始まるっていう言葉が、あ、そういう感じねと思ってちょっとあれだったそういう感じねと思ってびっくりした。ということで、配信を終わります。
誕生を読みます。いきます。13位コックさんのしげさん、12位柏木まさきさん、11位ガロナさん、10位アークス過去ひまじんさん、9位たっくんさん、8位りょうにゃさん、7位たけしょうさん、6位肌の愛情さん、5位一歩さん、4位もっち、あと意外にも YouTuber さん、3位かのおしゅくちゃん、3位でんかかいさん、1位カルマンさんでした。ありがとうございました。イエーイ。ということで、お久しぶりの配信でした。何分ぐらいやったのかな。せっかくメイクしたからいっぱいやろうと思ったんですけど、27分、あら30分ぐらい。配信ありがとうございました。おやすみなさい。あーすごい、5000人もありがとう。おやすみ、バイバイ。